生まれてから金持ちの人っていっぱいいるじゃないですか。生まれてから、まあ、割といい学校行けたし、まあ、教育もすごい良かったって人がすごい多くて、そういう人たちと会話してると合わないなって思うことしかないんですよ、うん、下を知らないから、下を知ってから上に行く人がたくさん増えないと、だからそれ変えるためにはやっぱ我々というか、まあ中流以上の人たちが多分はしごを下に下ろしてあげる作業をずっとし続けなきゃいけないっていうのは僕は常に思ってるんですけど、はしごの下ろし方も多分生まれてから割と苦労してない、まあ、苦労、いろんな苦労はあるんですけど、お金に関して裕福か裕福じゃないかに関して言えば苦労してない人からしたら何かよく分かんないことが下で起きてるなぐらいだと思うんですよ。確かに、なんでこいつら頑張んないの、なんで怠けてんの、お前が頑張れば金なんて稼げるじゃんみたいな考え方の格差とかも埋められない状況がなんか僕は一生続くんだろうなと思いながら、はい。